えー、ジュニアグランプリファイナルでアイスタンスのフリーダンス、えー、レビューしていきたいなと思います。いや、レベルがね、高いですよ。あの、この、大人になってからも楽しみですね。まず、アメリカのヤーリー・ジェフリーですね。えー、リズムダンス、悔しい、えー、内容になってしまったんで、フリーで巻き返せるかという感じでしたが、まあ、あの、最後までまとまっていた内容だったと思います。えー、頑張ってこなしていたという印象ですね。 オプラザの会人です。うん。そうですね。144.57ポイントですね。あの、まあ、ああの、まとめていたという印象だったという感じでした。うん。はい。そして、えー、ウクライナのピンポゴピンポゴです。ピンポゴはちょっと全体的に GOE が伸び悩むかなっていう感じがしました。あの、ちょっとね、 エッジワークが少し浅かったのと、ちょっとこう全体的に細かいとこで、あのー、なんか、点数伸ばしにくい、伸ばせにくいところがあったなっていう感じがしましたね。もう、あとスピードもちょっと欲しいなっていうふうに感じました。うん。147.23ですね。フリーはヤーリー・ジェフリーの方が高いですね。やっぱり。うん。はい。ちょっと待って。<laughs> はい。えー、続きまして、えーと、こちらですね。 フランスのセリーナとジェーン組ですね、えー。この組はすごく斬新なプログラムですね。うん。あのー、本当に、えっ、ー、と、ステップも良かったし、えー、リフトのミスは出てしまったのがもったいなかったですね。うん。あの、でも他は本当に良かったと思います。あのー、動きも非常に楽しくて、えー、工夫がやっぱあって、フランスらしいペアかなと。プロ、プログラムかなと思います。リフトのミスが泣いちゃいますよね。うん。 153.42でしたね。うん。次、ドイツのグリサビです。はい。えー、っと、ドイツのグリサビはそうですね。うーん、まぁ、あ、ちょっと、ちょっとばかり荒削りかなって思ったところも、ちょっとあったんですけど、ただまぁ、最後のあたりも非常に良かったなと思いますね。うん。前回の方が良かったかなっていう気はしましたけど、まぁ、あ、どうなんだろうね。うん。で、ワンフットターンはツイズルから入ってる、結構珍しい。 ついずか入っちゃうと結構むず、難しくなっちゃう気がするんですけどね。うん。はい。159.41でした。次、イスラエルのトカキリ。うん。いやこのペアは本当に雰囲気があります。特に女性がね、ほんと女優のような感じですね。うん。最初のコレオキャラクターシークエンスも本当に素晴らしいですね。コレオキャラクターステップね。うん。そして、えっ、ー、と、そうですね。 まあ、全体的に本当に良かったなっていう感じで、雰囲気がとてもありました。ミスもなかったんじゃないでしょうかね。うん。はい。オリエンタルな雰囲気を醸し出してきて、168.78ですね。いやー、ジュリアですけども、シリアになったらどんどん雰囲気で出てくるのかなって思うと、これから楽しみですよ。うん。ステップシーケンスも良かったんじゃないかなって感じました。うん。 次、最後、アメリカのリアとアルテム組ですね。いやー、ちょっともう、もう、感無量ですね。もう言うことない。もう滑りがもう本当に見入ってしまって、ほんとまだ子供なのかなってちょっと疑っちゃいますね。ジュリアなのかなってちょっと疑っちゃいます。うん。もう大人らしさがもうすごいなってちょっと感じました。うん。もう最後のあたりのこれをスライドとかも、これはちょっと経験とかを積んでいかないと出せないぐらい、うん。 な、え、逸材かなって僕は思うんで、それがこれ今のうちにできてるっていうのは、はい、すごいなんか、これからの成長どこまでいっちゃうのかなっていう感じで、この組、えー、将来的にすごい楽しみな、では、ではないでしょうな。ないかなと僕は感じてますね。はい。で、このレアとアルテム組が優勝でしたね。まあ、キスクワでは手を取り合って祈ってましたね。すごかった、本当に。もう本当に全然タッチが、滑りのタッチが本当、大人らしくて、すごい、すごいですね。 トカキリが2位で、3位が草、グリーサビートとなりましたね。はい。という感じです。どうもです。